はい、皆さんこんにちは、ギサと申します。本日はアトムの子第2話を俳優名でストーリー解説していく動画となります。山崎賢人が岸井ゆきのが松下洸平がという形でですね、俳優さんの名前でストーリーを紐解きながら解釈を深めてまいります。普通の解説が聞きたいんですけどって方いらっしゃると思いますけども、すでにアップしておりますので、普通の解説聞きたい方はですね、上のリンクからそちらに移っていただければと思います。多分一部の方に好評だと思いますので、これ鎌倉殿でねずっとやっているコンテンツなんですけども、ちょっと俳優さんの名前で本日話し進めていきたいと思います。ただ合わせてですね、やっぱりこうドラマを見た上で2日経つと、あのシーンってこういう意味だったのかなとか、ここって多分こういう展開になるのかなってところが、よりこう深く思考が整理された部分もありますので、そういった深掘りの解説な解釈なんかも少し、織り込んでいければと考えております。で、今回まず第2話の主題なんですけれども、人物相関図は基本的には、今後も大きく動かないのかなっていうふうには現時点では思っておりまして、前回の第1話で山崎賢人さんが、ゲーム作り再開するぜって話で、アトム玩具と組むよっていう話が描かれましたけれども、山崎賢人さんはその七種のゴンベイであるジョン・ルーという名前でゲームを過去作っていたんだけども、そのジョン・ルーっていうのは山崎賢人さん一人ではなくて、松下洸平さんも合わせて2人でジョン・ルーであったということが前回分かりました。なんですけれども、どうやら今のこの現時点において2人は仲違いしているということで、どういう真相なのというようなことが今回の第2話で描かれました。つまるところ、松下洸平さんは何を今考えているのかということ、そして過去何があったのか、これ柳俊太郎さん含めてですね、何があったんだろうってことがですね、今回の第2話の主題というふうになっておりました。過去には山崎賢人さんと松下洸平さん2人がジョン・ルーというゲーム開発者で、その2人の才能を見越した友達である柳俊太郎さんがいろいろ営業をかけたりとかしているという3人組となっていたと。で、資金相談をする中、資金援助の相談をする中で、サガスというゲーム会社の小田切丈さんに相談をしたところ、アイデア自体をパクられてしまって、それによってですね、責任を感じて自殺、そして2人は仲違いするということとなりました。仲違いの原因は、この松下洸平さんがなんとサガスに就職をしたということで、これが仲違いの原因となりました。自分たちを陥れた会社に就職する、どういうこっちゃということで、この2人は仲違いしてしまいましたので、第1話の時点ではアトム玩具に入った山崎賢人さんと、岸由紀乃さんらのこの陣営と、そのサガスの小田切丈さん、松下洸平さん、そして下はこの辺は応援団と、やっぱり支店長は裏切んだろうなと思ったら、やっぱり今回案の定裏切っていたので、この構図が第2話のスタートの展開でした。しかし、もう第2話の最後の時点では結果的にはこういう感じになりましたので、がっつりと小田切丈をぶっ倒せというのが基本的な構図としてのドラマなのかなっていうふうに思いますよね。じゃあ具体的にストーリーを追っていければと思いますけれども、まずブランクとスランプということで、どういうことかというと、アトム玩具でそれぞれの強み、それこそGサンズと呼ばれる、この辺の人物含めてですね、Gサンズの強みも活かしながらゲーム開発をしていこうということになりました。しかし山崎賢人さんですね、なかなか細かい開発、プロトタイプと呼ばれる最初のね、一応のゲームの形はできたんだけども、なかなかそこからこう詰めた開発ができないでおりました。で、当初はブランクによるスランプ的なものであるとか、こういったクリエイティブって時間をかければうまくいくかというと、やっぱりひらめきも必要なわけでございますので、その辺を考えた時にスランプ的なものもあるのかなというふうに思ったと。ただこれ結果的には松下洸平さんが間接的にその働きありという、言葉のアドバイスをしたことによって、なるほどっていう風になって突破口が見えていたので、山崎賢人さんが生かすには松下洸平さんが必要であるという土台が結論としてあるという感じでございました。なんですけれども、そこに行き着くまではちょっと一個二個話を挟む必要がありまして、結論としてまずは岸由紀乃さんは一人で抱え込ませちゃダメだなっていう風に思ったので、山崎賢人さんにはパートナーが必要ということで、松下洸平さん頼れないんだったら、とりあえずパートナー探しにそのゲームの開発イベントみたいなとこ行こうみたいな感じで連れて行きました。連れ出しました。そしたらなんとそこで松下洸平さんと偶然会って、二人はふーんみたいな感じだったわけなんですけれども、岸由紀乃さんが一回こう、アトムに
連れてきたりとかして、まあ、別の日ですけど連れてきたりとかして、まあ、いろいろと真相が明らかになっていくと。でここで松下洸平さんは山崎賢人さんのことをね、これ山崎賢人の口からじゃないですね、山崎賢人はいい身分だなというふうに松下洸平さんは言いました。でこの言葉は岸由紀乃さんが引っかかっていたんですよね。だってサガスって資金力もあるし、そこでゲームを作れているっていうのは別に悪くないじゃんと思っていたんですけれども、そんな松下洸平さんからすると山崎賢人さんの方が羨ましいという感じですね。で実際アトム玩具に、まあ、松下洸平さん来て山崎賢人さんが開発したプロトタイプを、まあ、操作をしたらですね、結構心が躍っている感じの表情を見せていたので、やっぱりそうなんだなって感じですよね。で先ほどちょっと話しちゃいましたけれども、過去はサガスはジョン・ドゥのアイディアをパクっておりましたよと。なんだけどもなんかそうなってしまったので、まあ、サガスに、まあ、ゲームを売り込んだ柳俊太郎さんは自殺してしまったと。でしかし松下洸平さんはなぜかサガスに就職したんだけれども、サガスに就職した理由は山崎賢人さんを裏切りたいとか裏切っちゃいたいとかどうでもいいとか見捨てたとかそういうことでは全くなくて、そうジョン・ドゥの名前としてじゃなくてサガスの名前として出てしまった自分たちのアイディアのゲームの権利を取り戻すために会社に一種潜入って言ったらちょっとあれですけれども、そのために会社に入って会社の状況っていうのを見極めていたということが分かりました。で実際にまあパクられたゲームの名義をジョン・ドゥに戻せそうになりますよと。なんだけどもこれも悪魔の取引で、松下洸平さんは今後まあサガスでしかゲーム開発ができなくなるっていう契約の一文が含まれていました。これでもね、松下洸平さんのこの時点での考えとしてはジョン・ドゥにだけ戻させるっていうのはあまりに自分たちにしかメリットがないので、こういう契約を結ぶためには何かを差し出す必要があるというふうになった時に、自分はもう裏切りません、サガスでしかゲームを作りませんと一種忠誠を誓うことによっても命を差し出すってことですけれども、まあ、それによってなんとかジョン・ドゥの名前に戻すと。でそれによって柳俊太郎さんを一種弔うというか贖罪の意図があったという感じですね。だからこれはまあ松下洸平さんなりの贖罪だけれども、まあ、このことについて一言も山崎賢人さんは知らされていなかったわけなので、まあ、独りよがりの行動とも受け取れるっちゃ受け取れるって感じですよね。いやーって感じですよね。なのでまあなので敵かと思っていたけれども、お互いがお互い亡くなってしまった柳俊太郎さんのことをこう考えていたという感じですよね。で謝罪からのということで、柳俊太郎さんのお母さん経由でこの松下洸平さんの真相を山崎賢人さんは知りますよと。で山崎賢人さんは急いで、松下洸平さんの元に向かうんですけれども、向かって、まあ、なんとか一旦会うことができました。契約前に会うことができましたよと。で誤解を謝罪すると同時に、言わねえと分かんねえじゃねえかというふうにこの独りよがりさんを忠告いたします。まあ、これはまあ私的にも納得の発言でしたけれども、まあ、そう言ってもここまで来てもあとは判を押すだけサインをするだけっていう状態まで来たので引き返せねえよっていうことで、でしかもほら一応ジョン・ドゥの名前のゲームに取り戻すっていう意図もありますのでね、その辺も含めて、まあ、食材の意図も含めてですね、サインしてくるっていうふうにこう行きました、本社の中に。しかし結果的にはサインをしないという流れとなりました。サガスと松下洸平さんの契約は直前で松下洸平さんが躊躇いたしました。まあ小田切譲さんと話をしていて、小田切譲さんにゲーム愛を全く感じなかったのでサインを拒んでサガスを辞めました。でアトム玩具へ電話して就職が決まると。でその足で山崎賢人さんの元へ向かうという感じとなっておりました。まあこれ仕事において絶対的な正解とは思わないんですけれども、やっぱり好きでその仕事をしている、しかもクリエイティブであるならば、その上の上司であるとか、まあ経営者であるとかっていうのは同じくそれにこう愛を持っている人でいてほしいと思うのは事実だと思います。一方でそれこそ社会的な意義とかお客さんのためにと思って辛い仕事であるとか、まあな俗に汚いし、汚いって言うとちょっと失礼ですけど、まあ、よく 3K とか言うじゃないですか、きつい汚いとか。だからそういう仕事はもう意義として必要だと思って、そのビジョンのもとにやる仕事っていうのももちろんあるので、どっちも必要な仕事ですけれども、まあ、ゲームというクリエイティブにおいてはやっぱりゲーム愛を経営者から感じたいよねってことで、しかもビジョンが明快じゃない、とにかく儲けようぜっていうような今が探すの状態なので、まあ、そのもとで働きたくないっていう風な感じであったと。で私は
比較的こうエンタメ寄りで今まで、今ちょっと違うんですけど本業の方は、だから今は比較的両方ですね、まあ、好きな人たちが集まっているイメージですね、まあ、だけれども、まあ、詳しく話してこないけれどもの会社ではあるけれども、なんていうの、一応仕事、社会的な意義もある仕事であるので、だから両面があるので、まあ、バランスは取れてるんですけども、やっぱりビジョンが明快じゃない人の元で働きたくないっていうのは分かるなっていうふうに改めて思いましたね。で、アットホームな会社ということで、山崎賢人さんと松下洸平さんはゲーセンで再会をいたしますよと。で、ゲームをすることで昔の仲が戻ってくると。ここ熱かったね。男の友情っていいよね。この山崎賢人さんには松下洸平さんが必要、松下洸平さんには山崎賢人さんが必要ということで、面倒見るくらいでちょうどいいと思っていると。なので、これでまたドリームチーム再結成っていうことでは非常に胸躍る展開ではあったんだけども、まあ一つ不安なことがあって、今ちょっと途中でね、まあ、間違ってたからスライド直したんですけど、柳俊太郎さんってこのジョン・ドゥ二人に惚れ込んで自分がサポートするよっていうような感じで仕事をしていたわけじゃないですか。なんですけど、今そのポジションが岸由紀乃さんになっちゃったんですよね。だから今後何かが起きた時に岸由紀乃さんがなんかこうピンチになったりとか、自殺はないと思うけど、ドラマの展開として、まあ、倒れてしまったりとか、失意のどん底に落ちてしまったりとか、なんかそういう展開になりかねないのかなっていうのをちょっと思ったりもいたしますので、ちょっとその辺が、まあ、正直怖いなというふうに思っています。しかし、もうこれ視聴者さんからコメントもいただいてたんですけど、徹底解説の方で言っても、まあ、Gさんズがいるからね、今回は Gさんズがいるので、まあ、それが一種こうなんつうの、サポート役となって、サンドバッグとなってなんとかなるのかなっていうふうにも思ったりもいたしますね。で、アトム玩具に戻ると、 Gさんズらが松下洸平さんの歓迎会を催してくれたという感じで、よーし来週からイケイケだと思いきや、不穏な足音が忍び寄ってまいりました、ね、未来が見えたところで、やっぱりですね、支店長悪いこと考えてましたね。支店長は完全に小田切丈さんと組んでいて、財務顧問っていうのを派遣したんですけれども、まあ、これは多分今後理由をつけて融資を引き上げるというような展開、来週のようでございますので、まあ、そのきっかけを作ってしまう人物なのかなというふうに思いますね。財務顧問によって会社のその荒探しをされて、それによって融資が引き上げられるっていう展開が予想されますね。なんですけども、このシーンで同僚であるこの馬場徹さんが盗み聞きをしていたんですよね。なので裏で暗躍しているってことが今後多分バレますので、多分彼意外と来週キーパーソンになるのかなというふうに予想したりもいたします。あとね、徹底解説の動画ではそこまで私考えが至らなかったんですけれども、今回のこの財務顧問がもしかしたらこの一回寝返ろうとっていうか、そのなんつうの、それこそ荒探しをしようとしつつ、アトム玩具めっちゃいい会社やんってなって、財務顧問が支店長を裏切ったら面白いなと思いました。どうなのか分かんないですよ。オリジナルのドラマで原作ないので全くどうなるか来週以降分かんないんですけど、まあ多分財務顧問かこの馬場徹さん同僚からによってなんとか救われるのかなっていうふうに思いますね。でも結構ね、来週資金繰りに奔走するみたいなことが書かれていたので、何か突破口になるんだろうな。突破はするはずなんですよ、絶対。仮に突破しなくてもその後の解決は絶対するでしょ。だからそのプロセスが来週の見どころだと思いますので、ちょっと楽しみに来週もですね、見ていきたいと思います。以上でございます。楽しいですねこのドラマ、本当に。なんか日曜劇場、まあ今年だとマイファミリーとかめっちゃハマりましたけれども、まあなんかワクワクするこの日曜劇場感、ものづくりのワクワク感っていうのは半沢直樹でも味わえないじゃないですか。まあそういうのって陸王とかさ、あの下町ロケットとかそういった形なので、そういった路線のなんかビジネス的な要素もありつつ、熱い人間ドラマもあってっていう、これぞ日曜劇場だなって思う醍醐味を今回も感じることができました。以上でございます。まあこういった形でですね、俳優さんの名前でのまあ解説も引き続きゆるくやっていければと思いますので、週に2本アトムのこの動画、毎週出しておりますし、あとは鎌倉殿の動画大量に出しております。あと PICU の動画も週に2本出しておりますので、多分ね、コンクールはこれで編成でいくかな、年末までは。エルピス見ました、長澤まさみちゃんの。面白かったんですけど、今日これ火曜日でしょ。だからこの火曜日ってもうアトムの子のこの俳優さんの名前の解説と、あと鎌倉殿の13人の俳優さんの名前の解説、あと PICU の普通の徹底解説を3本出さなきゃいけないんですよね、火曜日って。ちょっと4本はさすがに無理なんで、本業もある中で。だちょっと解説、毎週の解説っていうのはエルピスできないんですけど、まあ、一応単発動画とかそのうち感想で出してもいいかなと思いますので、また数日経った後とかね、ちょっとまあ検討します。面白かったのでね、まあ、何か出せればと思っております。
はい、本日は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。